の鏡返して。いよいよ始まりましたね。でも一つ確認したいことがあります。はい、希望から絶望に変わった瞬間をご覧いただきました。今回から明るさをマックスにさせていただきましたので、白が飛びまくっていますが、ご了承ください。子供は元気でいいですね。ありがたき回復アイテム、大切に使わせていただきます。このお方とも死闘をしたのですが、あまりにもグラグラなので成功したところから録画をしておりますので、ご了承ください。撮影したらすぐその場から離れないとこうなります。
読めるレベルの敵が全くいません。難易度設定が一番恐怖です。鬼遊びをしていただけなのに。この方は肉のお母さんの身内さんではないようですね。神には見捨てられていないようです。ありがたい。なんか見られている気がするアングルですよね。取らせる気はあるんでしょうか。このセーブするためのお服を死ぬほどしますが、今後は全てカットしますのでご安心ください。惜しかったですね。でも、この子は結局、一度も取れませんでした。
んのようなありさまなので、内職にさせていただきます。フェイタルを狙えるわけがないことに、サークルが青の時はシャッターチャンス、サークルがオレンジになったら逃げる。この方法でチャレンジしてみましょう。今では無限みたいなものなので一番楽な方法だと思います。でもこれでも戦闘はかなり厳しいです。歪んできません。なので一回一回セーブしています。肉ちゃんがしきりに反対側を気にしてますね。諦めて階段を登り始めましたね。
ここも諦めてしまいましたね。やっと反応してくれました。惜しい。残念でしたね。ありがたや、ありがたや。前回の扉と同じなのに、暗証番号が違うんですね。セキュリティ対策は、バッチリですね。フィルム保留は絶対忘れません。